ジャンパーがね、かわいい、かわいい、やった。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。やっほー。バッチコーニーありがとうございます。ゆきとさんかな。今回も動画です。チャイナ服の。楽しみにしててください。なおさん、バッチコーニーありがとうございます。イエーイ。コスプレみたいな感じですね。今日はチャイナです。チャイナ。初見ですね。ありがとうございます。見てくれて。こんばんは。バッチコーニーありがとうございます。イエーイ。バッチ購入してくれた方にはね、動画をプレゼントします。こんばんは。バッチ購入ありがとうございます。こんばんは。こんばん。ぬいぐるみかわいいよね、これキツネ。名前はね、みたらし大地って名前なの。はずきさん、バッチコーニーありがとうございます。イエーイ。全身みたいです。こんな感じです。こんな感じ。大地なでなでして。なでなで。みたらし大地だよ、みたらし大地、この子の名前は。足組んで、はい。なんかゆ。そっちは寒かった。今日はそこまで寒くはなかったです。バッチコーニーありがとうございます。イエーイ。竹尾さん、バチコーニーありがとうございます。楽しみにしててください。このね、チャイナ服で撮って、この上着脱いだね、姿で撮ってるんで、TikTok。そうです、みたらし大地です。ちょっと前にね、インスタのストーリーで名前募集して、決めました。横向きに座って。こんばんは。他にライブしてるの、そうです。TikTok とインスタと YouTube やってます。それぞれね、ちょっとずつ角度が違うんでね、見に行ってみてください。バッチコーニーありがとうございます。イエーイ。でね、これ、見る？ランマの香水なんだけどね、あのランマ2分の1のアニメの。これファンの方にいただきました。ありがとうございます。ちなみにね、この子もいただきました。チャイナ服もね、いただきました。ありがとうございます。初めて生で見れた動画より可愛くて、ありがとうございます。バッチコーニーありがとうございます。楽しみにしててください。こんばんは。相変わらず可愛い。ありがとう。バラありがとうございます。3つもくれた。ありがとう。ゆきです。ゆきさん。やっほー。こんばんは。全身見たい。全身っていうかまあ、こんな感じです。こんな感じ。出身は広島です。チャイナ服似合う。ありがとう。よかった。ランドセルは、あっちにあります。やっほー。ぐるっと一周して、ぐるっと一周して、はい。やっほー。
ありがとうございます。イエーイ。今、バレンタイン企画してます。ディーゼルのジャケットプレゼントします。これです。サイズは L です。ほんで、2月9日の23時59分までになってます。期間がね。で、応募方法が私のインスタといろはさんのインスタフォローしてください。このね、ディーゼルのジャケットは、いろはさんのね、企画でいただいたものなので、いろはさんのね、インスタもフォローしてください。で、いろはさんのインスタは私のインスタのフォロー中から飛べます。で、次、投稿にいいねしてください。私の投稿。それで、DM 送ってください。そしたら、その中から抽選で選びます。バチコーニありがとうございます。やばいやばいやばい。そう、今日はね、お団子しないの。後がつくからさ。サイズはぴったりです。全然きつくないです。どれの投稿？投稿？何の投稿でもいいです。いいねするのは。とりあえず、なんか、いいねしてください。こんにちは。こんばんは。この投稿、いいねすればいいの。どの投稿でも大丈夫です。何個かね、いいねしてください。豚。キツネかわいい、キツネかわいいよね。ミニスカポリス持ってないんだよね。持ってないの。寒くないです、全然。タイツ欲しい。タイツあげないよ、私の。足組んで、はい。デッド券はね、あげないですね。残念ながら。今日も可愛いぞ。ありがとう。ラスカル可愛いですね。ラスカルじゃないんだ。これ普通のキツネなんだ。可愛いでしょ。この子かわいいの。名前はね、みたらし大地だよ。初見です。はじめまして。キツネ欲しい。キツネあげません。私のね、大好きなキツネなんで。かわいい、ありがとう。やった。シャツ欲しい。何のシャツですか。目のアップ、今日はメイクしてないんです。ノーメイクです。リップだけ塗りました。どこで買ったの。キツネの話ですかね。キツネはアマゾンの欲しいものリストに入れてたらファンの方がくれました。イエーイ。バチコーニありがとうございます。しょうまさん、楽しみにしててください。バチ購入してくれた方にはね、非公開の動画を見せるんでプレゼントします。やばい、目から涙が出てくる。でね、2021年1月からインスタメインで投稿し始めて約1年経ったんですよ。昨日で1年経ったんですよ。それでファンの数が2万人突破しました。ありがとうございます。コロン、こんばんは。こんばんは。どういう動画。普通のライブです。かわいい、ありがとう。
ジュリオと言います。こんにちは。イエーイ。やばい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 。タイツです。タイツタイツ。1周年おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ココロン TV の T シャツはもう着ないの。え、待って、めっちゃそれ古くない？あのオレンジのやつだよね。めっちゃ古いじゃん。え、よく覚えてるね。すごい。あれはね、今ね、妹が持ってんのかな、わからないけど、多分妹持ってます。なんでね、着ないと思います。ココロン、はい、綺麗、ありがとう。こんばんは。トゥ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 。何歳ですか？年齢は非公開です。ごめんなさい。お久しぶり、お久しぶりです。バラありがとうございます。イエーイ。こんばんは。トゥ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 。タイツの中着てますか？タイツの中着てます。ケンです、ありがとうございます。イエーイ、やったね。キュンです、いただいちゃった。ほら、ありがとうございます。インスタ来てみてください。 TikTok 見てる人、インスタでもね、今ライブしてます。インスタの方が近い距離で見れます。立って、はい、こんな感じですよ。今日はアシネイビ全然開けないんですよ。何時までする？とりあえず9時まではしようかなって思ってます。膝と肘つくよ。え、そういうことだよね。インスタ、TikTok 両方見てる。ありがとうございます。イエーイ。あれ、肘と肘って言った？膝と肘か。気づきます。バッチ購入ありがとうございます。イエーイ。バッチ購入してくれた方にはね、あのどこにもね投稿しない非公開の動画を親しい友達に入れて投稿するんで、楽しみにしててください。でね、その動画はバッチ購入した人以外は見れないようになってます。水溜りボンドの透明に似てますね、よく言われます。ポニテ希望。髪短いからさ、ポニーテールみたいにこう、わかる？こうシュッてならないんだよね。まあ、ゴムがないからさ、結ぶあれがないんだけど。YouTube 配信する、配信します。え、このライブですよね。しますよ。で、今、Now でやってます。ライブ。腕の筋肉すごい。やば。一応、バスケ部なんで、ちょっとは筋肉ついてると思います。まあ、でも、脂肪肝もほとんど。マジめっちゃ可愛い。ありがとう。可愛い。やったー。嬉しい。ウィンクウィンク。今日は特別な日なんですね。特に特別ってあれはないけど、今日はチャイナの日です。バチコイにありがとうございます。動画楽しみにしててください。特別な心見ましょう。見れますよ、特別な心。
今日はね、今日の動画は、親しい友達に入れて、バッチ購入してくれた方にプレゼントする動画は、この上着脱いで TikTok 撮ってます。動画です。バスケのポジションはフォワードです。バチコーにありがとうございます。楽しみにしてください。バチコーにありがとうございます。ハヤトさんかな。ありがとうございます。楽しみにしてください。 TikTok 少しのそうですね、右斜めです。自分家ですか。はい、そうです。鍛えてるなら別になんか鍛えてるってわけじゃないけど、なんか勝手にね、あれです。イメージ変わった、いい意味でよかったです。どんなイメージだったんだろう最初。こんばんは。立ってみて、はい、立ったらこんな感じです。このキツネの足可愛くね。可愛いよね。バチコーにありがとうございます。イエーイ、楽しみにしててください。制服にハイライブしてほしいリクエスト任せて。するね。次制服とニーハイにしようかな。次やるとしたらいつになるだろうか。金曜日とか土曜日とか日曜日にはやるかなって思います。コメントってどういう基準で選んでるんですか。見えたやつです。マチコにありがとうございます。私目が悪いんですよ。で今ちょっとカメラが離れてるから見えにくいんですよ、文字が。だからそのパッと見えた時にそれをシュッて読んで選んでます。だからなんか全部見て選んでるってわけじゃないんですよね。見えないんですよ、目が悪くて。毎日座ってるんですか。毎日座ってます、多分。はい、かわいい、ありがとう。チャイナってコメントいいけど、その服中国なの。これチャイナ服っていうから、チャイナ服っていう服だからチャイナなんです。はい、これ中国が元になった服なんですよ。だからチャイナ服って言うんです。まあこれ本当はチャイナドレスっていう正式名称なんですけど。これタイツ似合うね。ありがとうございます。ハーフアップして、ハーフアップ。こんな今さ、ゴムないからさ結べないんだけどね。着心地はどうですか。バッチグーです。名前呼んでほしい。マイさんかな。ヤッホー。広島コロナどんな感じ。バンバン出てやばい感じです。ツイッターフォローしてます、ありがとうございます。ピンクのチャイナプレゼントしたいです。ピンクのチャイナか、アマゾン見ておきます。いいのがあったら入れておきます、欲しいものリストに。どんな服着てても似合ってて可愛すぎる。ありがとうございます、それは嬉しい。カップの選手はあんま知らないんですよね。鈴木誠也とかすごいって聞きます。でね、今バレンタイン企画やってます。ディーゼルのジャケット L サイズをプレゼントしてます。プレゼントします。で1人だけです。ほんで2月9日の23時59分締め切りです。応募方法は私のインスタといろはさんのインスタをフォローしてください。でいろはさんの
インスタは私のインスタから飛べます。なんで飛んでフォローしてください。それで投稿にいいねしてください。あと私に DM してください。そしたら応募できます。なんでね、お願いします。で、いろはさんからもらったんですよ、このジャケット。だから絶対にいろはさんフォローしてください。で、いろはさんね、またなんか企画するらしいです。フォロワーが200人で。なんでね、ぜひぜひいろはさんもねチェックしてみてください。バッチ購入ありがとうございます。楽しみにしてください。動画バッチ購入した人以外は見れないんで楽しみにしてください。そしてこれからインスタのみにします、ライブは。なんでね、 TikTok の人ぜひインスタに来てください。インスタね、もうちょっと続けます。で、 YouTube の人もよかったらインスタに飛んでください。インスタでね、インスタもうちょい続けるんで、ライブは。じゃあ YouTube から切ります。なんでね、その間に TikTok 見てる人は私のインスタ飛んでください。絶対来てね。